じゃあちょっと早口こいつに慣れておかないとだよね。今後いっぱい出てくるだろうし。まあそうですね。おお、怖い。めっちゃ怖い。本当、紙一枚ですね。紙一枚だね。はい。紙一枚って。それ多分紙切れや。これ意味は変わんないですからね。コピー一部みたいな感じ。いいっすね、ちょっと今後それでいきましょうか。やばい、コピー一部だったみたいな。あでも最初のとこだ、決まった。しかも DK もあ、ダメだってなるとですね、安心するといかんですね。うわー、よいしょ、コピー一部。いや、分かりづらいよ。課長と OL のやり取りみたいな感じや。だから全然離れねえ、蜂蜜からある意味、トリコな。そうですね。確かに、ディクシーでやると舐めますよね。うん。よし、次はいけそうな気が。さあ、あと3期です。はい。いいね。先手必勝。あさあ。前も このくらいでしたね。ああおいい具合に棘の挙動入ったね。いやー、惜しくもなんともなかったですね。あの、アイワナビーザガイっていうゲーム知ってる？ああ知ってます。あのいや、あれですよね、フリーゲーですよね。そう、フリーゲームの死にゲーなんだけど。これでね、似たような感じでこうやってひっつくのがあるんだけど、はい、やっぱり全然できなくって。ああ、やったことあるんですか？うん、あ、弟がね、はい、やってて、その様子を見させてもらったんだけど、はい、これは常人には無理だって。あれは本当に友達が買ってきたのをやりましたけど、あれ、買ってやるやつなんだ。買ってきてないんで、インストールっていうかダウンロードしたやつをやったんですけど、はいはいはい、まずあの雲でびっくりするんですよね。雲って雷とかそういったとこだっけ？雲みたいな怪物がいきなり出てくるところ、あれ。いや、自分もね、ちょっと業界前だからあれだけど、あ、ダメだ、これは。よし、いや、これほんとボーナスいくのも一苦労や。そうですね。えこれどこにフックがあるかわかんないんだよね。おお、あ、こうやってね、隠れてるんですか？そう。あー、やらしい。危ねえ。よし。おお、あれ、え、なんだ、なんやねん、なんやねん。なんでその本質と言ったんだ、これ。よいしょ、また。いやー、ちょっとこれは無理だな。そうですね、ちょっと保身に。おお、よし、コピー一部。いや、あれは そんなでもない、10部ぐらいの厚さ。マジですか、割と。まあ、あ、これ多分、あ、おお、おお、おお、フックでいけたんだね。へえ、これは新しい。そんで、こっから先はランビでないといけないみたいな感じ。なるほど。よし、じゃあ勝手口からは入れないと。ちゃんと正門から。そうですね、子供に悪い影響を与えかねませんから。そうね、偉いところで教わるもんで。自分は多分あの鉄球のあたりで死にそうな気がするな。ここはまあ、はい、飛べる気がしない。よし、あ、でも全然関係なく、敵に当てた瞬間にやっぱ B ボタン押すと高く飛べるっていう。はいはいはい。で、ここからですか。そっ、うわ、そっちかい。猛烈な基礎しまった。よいしょ。あ、これっすよね、さっきなったやつ。何のトランポリン効果や。
ダダダってなる。おお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 届け、よし、え、あーあーはあ、もうこれは恐怖との戦いっていう。うわすげえ、これで死んだら元も子もないからな。そうですね、でも敵みんな弱そうじゃないですか。でも実際のディディとかでやったら地獄だろうねこれ。そうですね、チームアップの連続で。よし、あーやりましたね。あ、なんかいや、なんかこの絵なんかありそうな感じだよね。あー、まあ、チームアップで勢いないけど、よし、うーなんとかナメ太郎が来る前に。そうだね、あいつ多分集合より早く来るたちだろうから。あ、努力と真逆で。あ、惜しい。あちょうど 弱点に刺された感じ。やられましたね。いや、自分も全然いける気しないですわ。いやでもあの流れに乗れればっていう。あ、Y ボタン押すと速くなんだね、スコークス。はい、知らんかった。ダメだ、全然当てれねえ。もう、あ、ダメだ、馬乗りになっちまった。よし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 、あ、戻った。はい、なぜならこの最初のステージから、うん、セーブを一度もしてないからです。あ、そうなの。はい、一回してんじゃん。あ、そっか、最初のコースだけで。はい、いやよしよしよし、まさかセーブして終わりっていうのないんですね。うん、大丈夫だったと思う。そうですね、うん、よし、これで多分自分は相当あの8で時間食うと思うから。いや、これは難しいですよ。うん、あ、3発いくんだ。あれ、さっきから3発だった。はい、あ、3発か。先に行ってるぜ。いやじゃ あ省略。俺の死はこんなにも軽いものだったのか。いや、きついわ。あ追い詰められてる、追い詰められてる。いやそう、のぼせた結果がこれですよ。あ、ダメだ、あジャンプしちゃった。それで徐々に追い詰め、キングビー本体が上に上がって、うん、トゲもちょい上に行くから下がっとこうかなと思ったんですけどね。あ、その真逆みたいなね。そうでしたね、なんかついてくれた。じゃあ私もゼロ機なので。そうですね、ここでセーブ忘れたなんてなったら。そうそう、よし、わ、全然プレイ時間違うね。1時間半と2時間あったけど。あ、マジっすか。ちょっと見てみようか、ワールド4のボス。オレンジのジンガーの周りの黄色のジンガーは素早く全部やっつけること、うん、その後しばらくすればまた現れる。あ、そこまで行ってないですよね、今のところ、うん、全然うちらのハードルとは違う次元の話を。そうですね、その前の話を聞きたかったんだけど。はいはいはい、あーくそー、早く飛んじった。ちくしょう。というわけで、あ、すっげー一生懸命スタートボタン連打しちゃうんだよ。なんとかして時間を。でも G1 見えちゃうみたいだね。うわーい、なんだろうね、この一気になった途端の焦燥感たるやん。これうわまさかのまた、再びゲームオーバー。そうっすね、あ、そうっすね、ゲームオーバーだった。いやスタート連打しております。あ、ダメだ、飛んじゃった。よし、悔しいな、今の悔しい。ここが突破されたらマジやばい、正念場だからね。再びリンクリーからこの動作が地味にもなる。なんだろうね、このモンスターハンターの動作、あの、はい、何、車みたいな感じのやられた後に、なんか車輪でね、最初になんか最初のスタート位置に強制的にみたいな、そうそう、ゴロゴロって、あれなんかわかんないけど、なんか四つん這いな感じで戻ってくるよね。四つん這いっすか。うん、倒れてるっていうよりか四つん這いで、そんな印象を受けんだけど、はあ、あーゴロンってわかんない、3とか4とかそのゴロンってなる前の台車に乗ってる
あれが。おお。なんかただ単にうつ伏せで倒れてるよりかは、はい、なんか四つん這い。あ、今危なかった。危なかったですね。徐々にトゲに近づいてってあんまりなんかその四つん這いのに関してはまあな、自分がそれ見たのに4のプレイ動画だったから、はい、その前のシリーズとかは別なのかもしれないけどステムでしたね。しばらく同じ挙動で一緒にいたよね。はい、スコークスとなんか共にフライトしてるみたいな。こっからもう残り1体しかいないですからね。デラックスボンバー、デラックスボンバーって、何技目みたいなの言いながら避けてんの。あ、危ない。よし、あ、来た。これを、あ、あとはこっから当てるだけです。このチビたちのこれであんまやってると近づいてくる。あー、近づいてくる。あー、おー、ナイスナイスナイス。もうやで、もうやで。さあ早く倒さないと。よし。あ、来たんじゃないこれ。よし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 。ゴールは近い。いやー。わあ、先に行かれた。おお。よかった。マジか。さあ。まだレインボーロ…レインボー…それはもうどのシリーズにもあると思う。そうでしょうね、あれがなくなったらちょっと…そうね、ダメでした。もう…はい、うん、いやー、何度お見せすいませんね、この映像。でもこれもそろそろクリアできそうな気もしますけどね。峠を越せそうな気配は作っていかないと嫌でも、はい、さっきのあの個人側のとこまで行ったんで。でも努力も一番最初のプレーの時はそこまで行けてそこからしばらくラグが、そうですね、ラス位置だったですもんね、確かあれ。そっからの気の緩みがね、はなはだしいですよ。あ、ダメだ、気の緩みが。2発目の弾幕の時は近づいてくんだよね、それが分かんないんだよね。ダメだ、くそー、あれ、あ、あれ、あれ、あ、ダメです、危ない。ああ、お、あと一発です。あと一発だけどね、個人が正直あの分身を倒せる気がしない。あれは、まあ、ひたすら、うん、多分個人的に死にゲーだと思う、死に覚えゲー。あー、なんとか分身までに一気残しておきたいんだけどな。そうですよね。まあ、今回のプレイはそのチュートリアルっていうことで。あ、そうですか。連射ができない。あ、あ、あ、いける、これいけるじゃないですか、もう。よし、あと一発です。その無敵時間が、ありがとう。いや、お待たせしました、終わりました。あー、やった。なんかもうクリアした感が出ますね。疲労がにじみ出てる。